今までは、石の養蔵の芸術ということで、いろいろお話してまいりましたが、これは石の養蔵ときみこの芸術に今後改めます。私が芸術家であると同様に、かなりも芸術家であり、その作品の紹介の中には、私の作品の紹介の他に、 家内の紹介も多々ありますので、これよりはそういう名称に切り替えたいと思います。ところで今日は階段、2階の階段から下の階段へ降りているところの芸術作品の陳列状況の紹介です。まず、これ。 これは、ちょっと、私の、えー、影も映り、わ、えー、かりにくいですけれども、これは、家内の、蝶筋尻尾作品です。これも、家内の、 蝶筋疾法作品です。これも、家内の蝶筋疾法作品です。これは、ああ、不思議な木に鳥がたくさん止まっていますね。えー、で、これは、私の 見るところ。人の顔かもわかりませんね。ちょっと顔にしたら不気味な顔だし、よくわかりません。これは明らかに鳥ですね。鳥と人の手。それに向こうに猫がおります。猫と鳥と人の手かな ちょっとそこら辺よくわかりかねます。ええー、あ、これは横に説明がありました。こういうふうなコロナ収束への祈りということで不思議な妖怪アマビエ、鳥の口を持ち、金髪の長い髪をなびかせ、体に魚の鱗を まとう。コロナをやっつける頼もしい妖怪。アマビエという説明があります。これはようわかりませんな。まあそういうことらしいです。それから、これ。これは、ちょっとこうして一回見てみましょう。これでも見えませんけれど、これは、 ああ。ずーっと見たら、下へ下ろしていくと、こういう風になります。これは私の作品で、夜の山中。という、あれです。夜の山中。夜の山中ですね。夜の山中です。 夜の山中の絵です。さあ、それから、次は、えー、これ。これは私の作品で、私が描いています。宝根。これは、かんばし、魂という字です。もちろん古い字、2000年前、以上前の頃の、 じいで、ほうこん。花の香りとかね。花の魂。まあ、花の魂と言うたらいいですね。ほうは、か、美しい。そして、か、うつ、いい香りのする。というふうな意味で、ほうこん。花の魂ということです。それから、この下の、これ。 これは春風、春の風。これも2000年前の字で、古い字ですね。木質で書いています。春の風と書いています。こっち側はかんばしい、魂で、どっちも木質で書いていますね。毛質の章ではありません。普通の章ではありません。さあ、その次。 これは私の古い古い作品で分かりますかなこういう風うに非常に、えー、不気味なムードです。光の具合でちょっとよく見えないかも分かりませんけれど、こういう不気味なムードです。これ近づいてみると、こういう風うな人物。それから、 こういう風うな人物。で、不気味ないですね。えー、それから、次は、家内の作品です。これは、象さんが3匹いるようですね。それから、人がおる。象が3匹と人。これは、家内の、貯金執法作品です。そして、次は、 えー、こういうふうなやつ。これ、ちょっと横にした方がいいかもわかりません。ね。これは、ああ、まあ見るところピエロがなんか騒いでいるようですね。うん、ええー、ちょっと私の絵も、かなりの、ね、絵も、現実離れしているんで、 わかりにくいかもわかりません。そして、次は、これも、下が木、上が飛ぶ鳥です。長期喫煙の作品です。家内はこのように、工芸と、工芸家であり、画家であり、ということですね。うん 工芸家であり、画家であり、書道家です。私は、画家であり、書道家であり、詩人です。詩歌人です。えー、これもかなりの作品で、ちょっと光の関係で、えー、映し方を、方向を変えますが、これは、ピエロですね。ピエロはドラムを叩いている。というような、 賞金しっぽ出尾作品です。わ分かりでございますかちょっと太陽の関係でよく見えにくいかもわかりません。次は、これは非常に、えー、接近して見えにくいんですけれども、できるだけ遠く離れて一回映してみます。これは非常に大きいタピストリーで、ちょっと、 えー、斜めから垂らざる上、斜め上上方から撮っていますが、えー、斜め方向から撮っていますが、子供を抱く、お父さんと言った方がいいか。で、えー、これもこの間のタピストリーと同じように、私がデザインして、ペルシャ、今のイランの、 専門家に追ってもらいました。これ、まあ、あちょっとおかしな言うたらいかんですけど、ちょっと奇妙なデザインですね、えー。ところで、これ、近づいてみると、これお父さんの顔です。お,お父さんの面白い顔ですね。 それから、子供、抱いてもらっている子供の顔ですね。うん。周りに、こういうふうな、えー、花の咲いている植木の模様があります。えー、息子がおって、 これで抱いてもらっていますね。で、下へ下ったら、あなんか、息子の股の間に毛が生えている感じで、これはちょっとおかしいですな。<laughs> お父さんの股の間にも毛が生えていないようですな。これはちょっと逆ですな。うん、まあ、こういうふうなやつをやっています。これがうちの階段です。 階段にもこういうふうなタピストリーや作品を飾るというところです。えー、ところで、えー、今、異変が起きています。うちの愛犬頃、17歳と3ヶ月、純粋の芝居ですけど、庭で飼っています。これが、あー、途中としてうちの 玄関の上に立っていますね。青玄関から降りました。えー、愛犬頃は、もう17歳と3ヶ月、純粋の芝居のえー、夜年並みにすでに、えー、まあ、老衰いうか、もう、半分、かわいそうなことに、えー、ぼけていますが、なかなかかわいいですよ。ね。こういうことです。まあ、これが、 私の、この愛犬の世話が、うんちをしまくる。小便をしまくる。ところ構わず、大小便をして、今日も朝、大便をした上に寝ていたもんで、体中大便だらけ。その大便を湯で拭いて、えー、そこら辺の大便を、綺麗にして、ということで、幸いに、 えー、フロアの上でやっていなかったから良かったもののあ、玄関の向こうはうんちだらけでした。どうも汚い話で今日はこれで終わらせていただきます。